キルデアの聖、ブリギットは、アイルランドのキリスト教の修道女、ブリジットとも、聖パトリック、聖コルンバと共に、アイルランドの守護聖人、カトリック教会、聖公会、聖教会で聖人。祝日は2月1日、乳児、家事屋、養鶏業者、非聖児の守護聖人。言い伝えによると、ブリギットは、ラウス県の段道区近郊で生まれた。父親は、 イ・教ョートの地元首長で母はキリスト教の洗礼を聖パトリックから受けたピクト人であった。ブリギットという名前はケルト神話に登場する女神を意味した。468年頃にキリスト教徒となったという。彼女は経験で心根は優しく慈悲を求めて父の家にやってくる貧者へ常に施しを与えた。この事前が父親を怒らせた。彼は 娘が過剰なまでに施しをすると考えていた。ブリギットは牛乳、小麦粉、雑貨の他にとうとう父の宝石を散りばめた剣をハンセン病患者へ与えてしまったのである。父親はブリギットは2層として生きるのが適していると考えた。彼女は修道院へ入るとすぐにアイルランド各地に修道院を建てていったという。525年頃、ブリギットは キルデアで亡くなった。自身が建てたキルデア修道院内に埋葬されたが、後年になってダウンパトリックにあるダウン聖堂へ移された。また、3人のアイルランド貴族がブリギットの頭蓋骨をディスボーにあるサンジョアンバプティスタ教会へ持ち込んだ。ブリギットの献身はアイルランド中に広まり、ゲールのマリアとして知られた。 彼女が亡くなって数世紀後、ホイランのようなアイルランド人宣教師らがブリギット信仰をヨーロッパへもたらした。ベルギーのフォッスラビルにはサント・ブリジド礼拝堂がある。ありがとうございます。